それではここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー,おおー,ナーさあここからは司会を鵜飼君にお任せいたしますはいお願いします大喜利コーナーでございますえー、先に来週再来週のお題を発表しておきたいと思いますけども、えー、今週は特訓さんタルトさんの分もお願いしますはいわかりましたはい来週のお題はですね 転生したら、古代魚シーラーカンスになっていた。さて、何をしたい。ちょっと不思議なテーマですね。もうリスナー泣かせの。例えば、うん、ああ、日光浴がして。なるほど。なうん、もう海の底の深海魚で昔からね、住んでるから、日光浴したいわけだ。 そう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 。なんか、なんとなくつぶやいてみたら面白いのができるかもしれませんね。そうですね。うん。お待ちしてます。シーラカンスの想像がつかないもん。もう一度見に行ったことあるよ。読売ランドまで。姿形はイメージつくんですけど、なんか。生きてる化石みたいなね。 フレーズでやってましたけど、本当になんかボロボロのなんか、いやんかこれ、これ見に来たのかよみたいな感じだったな。<laughs> <ー>でもなんかね、シーラカンス、いいですね。生まれ変わったらシーラカンスになってましたと。うん。そうですね。どうだったっていうね。うんうん、はい、じゃあ、再来週お題をお願いします。小坪さん。はい。えっ、ー、と、27日の 大切りは、やりくり川柳で、そううじってお願いします。うん、そう例えば。うん、例えば。そっくりね。ふり二つかよ。じとば。ああ、似たものふ <laughs> うね。年取ってくると、もう似てくるんだね。ですです。なるほど。うん、ええー。はい、ありがとうございます。 では、えー、こちらの回答を募集しております。宛先はですね、メールの方がローマ字、ヨールーターは、アットマーク、gmail.com、もしくはツイッターの方でですね、ハッシュタグ、芸の一も夜のタームレをつけてつぶやいていただければ、こちらでご紹介いたしますので、えー、皆さんのご投稿をぜひお待ちしております。 はい。ということで、今週のお題がですね、えー、新しいビタミン、ビタミン○○というのが見つかりました。さあ、それは何でしょうということでございますけども、えー、まずは、種て山根さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ますえー、皆さんこんばんは。新春スペシャルラジオドラマ、ゲ、え、イ、ー、の一問夜のタームレ、楽しみにしております。ありがとうございます。 撮影順調。撮影収録順調ね。順調なのかどうなのかかんないですけど。はい。はい。えー、タネアテヤムネさん。ビタミン WC を、えウイルスにかかっても全部トイレに全部出してしまう。流しちゃうんだ。流しちゃう。大事ね、それ流すってね。俺の WC か。 なるほど。そう、あの、尿路感染症なんかまさにあれでもね、水飲んで出して、<laughs> 水飲んで出せばよくなりやすいからね。なるほど。もう出しちゃうって大事だね。ああ、流すのが大事ですね。はい。えー、田舎の通訳さんあ。ありがとうございます。えー、前回、鵜飼さんが噛んだのは私の文章の書き方が悪いのせいはないかと焦りました。そんなことないよ。今も噛みかけてたから <laughs>。<laughs> <laughs> あの全部切らずに使われちゃったからね <laughs>、うん、そうあのー、噛んでるところをカットするのはあのトックのセリフぐらいだからね鵜飼<ー>君のやつはもう見せしめてなるほどはい、えー、田舎の通訳さん、えー、ビタミン CCB <お>ロマンティックが止まらなくなります <laughs> なるほど夏がねね <laughs> ロマンティックねうん なるほど。懐かしい。うん、面白い。うん、はい。えー、玉澤さん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ビタミン、サッカー日本代表。お,お,お寝不足になります。あなるほど。もうでもね、寝不足にならないよね。うん、今回はもう。<laughs> 大丈夫です。あの、あら、不思議だね。あの、日本代表が出る試合があると思うとドキ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 するけど、他の試合の時は割り方リラックスして見れるね。 まあ、そんな、そんなもんすよ。そんなもんだね。んもんまあ、だね。うん、<laughs> はい。えー、一郎さんあ。ありがとうございます。えー、ビタミン C とビタミン C が見つかりました。ビタミン C は心ね。<は>うん。うん。えー、心のビタミン。で、ビタミン C、声のビタミン。あ、なるほど。<お>それぞれポジティブに働くと。うん、なるほど。なるほどね。<ー>別名、ビタミンブラボー。 <laughs> ブラボー<あ>ブラボーブラボーがあそこまでね、浸透するとは思わなかったね。そうですね。えー、最初ね <laughs> あの、他の人がね、インタビュー受けてる横で、うるさい奴がブラボー、ブラボーって、なんか酔っ払いかなんかが、あの、潜入してきたのかなと思ったら、<laughs> あの中友くんの番になったら、ブラボーって言い出して、あ、お前かみたいな感じで。<laughs> <laughs> それがでもにに、日本代表ね、あれだけ鼓舞して。 すごいね。やっぱ長友さんは。うん、そうですね。素晴らしい。奥さんも綺麗だし。ね。うん、はい。ヒョエさん。ありがとうございます、えー。タルト師匠が開発したビタミン銀をさらに強力にしたビタミン銀銀。うんうん、あれが銀銀なり収まりが使わなくなる。なるほどね。さすがもうタルト師匠なんですね。もう師匠です,すごい。<laughs> 素晴らしい。 もう、あの、リスナーからも、もう、リスペクトされ始めた、ねうん。リスペクトが止まらないですね。はい、ミーやさん。ありがとうございます。ビタミン GU が発見されました。お周りに気を使うことなく、のびのび活動しています。あー、GU というか、服かなと思ったら。自由ね。自由。<laughs> <laughs> はい、えー、続きまして、枝広さん。お ビタミン PK が発見されました。w、wow. o、うん、v a r で取り消しになることがあります。そうね。そうね。打ち消されるんかな。ね。枝広くん頑張ってね。マイブラザーですね、これね。ブラザーはい、次。思い出がいっぱいさん。お、懐かしい。<お>えー、ビタミン H2O。 女性はうる、えー、いしい肌になります男性も水も滴るいい男になりますあ,あいいね H2O ね大事だよねビタミン H2O <ー>水じゃん、まあ、そう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 。<laughs> 大事一番大事かもしれないよ、ね、生命維持に欠かせません、うんうん、そうですねはい花道さんありがとうございますビタミン矢沢が発見されましたお<ほ>飲むとやっちゃえって気持ちになります <laughs> これあの車の CM の方じゃないですかうん、そうだよね。やっちゃい。うん。はい、両手ヒコさん。あ、ありがとうございます。え、ビタミン JK。お女性が飲むと若返り、男性が飲むと鼻の下が伸びます。伸びるね。伸びるね。なるほど。え、鴻上さん。あ、ありがとうございます。ビタミン H。 夜めっちゃ元気になります。<ん>ストレートですね。なるほど。安部さん。ビタミン ET が発見されました。<お>人差し指を合わせると自転車で空を飛べます。わお。なんか <laughs> だね。いいですね。うん、はい、木村さん。ありがとうございます。ビタミン BU、ビタミン CSU、ビタミン P、お腹の中のモヤモヤを ガスに変換し、海外に紛失させます。<laughs> 単独の摂取でも構いませんが、三 <laughs> <laughs> 種同時混合で無敵になります。<laughs> ビタミン B とビタミン S とビタミン P。もうすべてのおならを網羅してるって感じね。よく考えてくれましたな。はい、じゃあここからは一問。はい、はい、じゃあここはい、はい,はい。 どうぞ。<laughs> あはいあ。いきまーす。はい。ビタミン ORE。R e、お<う>これはですね、遠くに住んでるおじいちゃんおばあちゃんに久しぶりに、俺だよ、俺と電話したくなる。怪しまれて本人だと分かってもらえない。<laughs> 俺、俺のね。俺ね。そう。俺ね。<laughs> 俺、俺,俺。<laughs> 俺,俺、俺 <laughs>、えー。俺、はい、じゃあ続きまして、小坪さん。 はいビタミンすいすい違うスイすいすい何でしょうすいすい酸っぱいビタミン何じゃそりゃ <laughs> 普通のビタミン C ってこと 元が、スイースイー、イーあー,ービタミン C よりもさらにスイービタミン、あはははは、ういうことです。<laughs> はいじゃあ続いて小屋さん、はい、えー、じゃあビタミン W、W、をなんですか、え痩、ー、れて、えー、ばあさんのおっぱいのように痩れおっぱいになります、<laughs> <laughs> あ,あの W の形が。<laughs> <laughs> 下にちょっとボソボソとした解説がなんか面白かったです。<laughs> <ん> <laughs> はい、ということで、えー、今週はタルトさんがいないんですが、宿題をいただいておりますね。そうなんですよ。ちょっとね、タルトさん、前の晩にですね、わざわざこれをあの収録しました。はい、これをじゃあ,あ流しましょうね。タルトさん、いきます。はい。ビタミン NS が発見されました。痛み<お><え> NS 何ですか？ノースタンドで朝立ちを抑えてくれます。ノースタンドで朝立ちを抑えてくれる？<laughs> どどどういうことその朝立ちを抑える？これ朝トレラジオに行くときこれ飲んでいかないとえらいことになるていく <laughs> <laughs>。タルトさんの リミッター的なやつですか、これ。なるほど、なるほど。面白い。そうか、これを飲んでいってるから、ちょっと爽やかな感じで。そうです。抑えてるんです。やりましたね、タルトさん。いや、惜しい。しまいました。もう。久々に腹かかいて笑った。ね。いや、やっぱり尊敬に値しますね。素晴らしい。 はいまあ、次回はタルトさんも加えて、またあいつもの5人でお送りできたらと思っておりますので、では、皆さんまた来週おやすみなさいおやすみなさいまたねー